笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは門之助農園代表の菅原敦成さんです。よろしくお願いします。お願いします。私たち今マスクをしてね喋っているんですけれども、はい、大変キュートなキュートと言って失礼かもしれませんが、はい、とってもお人柄がなんかにじみ出てるようなニコニコされてらっしゃる方で、この門之助農園さん、あのワイナリーがありまして、ちょっとおしゃれな飲食店かなってね遠目に思っちゃうような、そんな新しいですよね、はい、まだね。そうですね、はい、去年の秋に入ったばっかりなので、はい、でなんか入り口に門之助農園という上りがね、でもおしゃれなロゴで上りがありまして、はいはい、そこで伺っております。場所は南満町目になります。まず菅原さん、最初に自己紹介お願いします。あ、はい、門之助農園の菅原敦成と申します。41歳になったところです。趣味は、まあ、子供たちのサッカー観戦が今は楽しいかなという感じです。はい、はい、ご自分も何かやってたこととか。昔やっぱりサッカーやってました。あ、そうですか、はい、ではですね、次の質問なんですけれども、おすすめの花巻のお店はどこでしょうか。若葉町にあります、はい、若葉酒店さん。はい、若葉酒店さんってお店場所変わったそうですよね。はい、若葉保育園のすぐ近くの方に移転されてますね、はい、前ね文化会館の近くの方なんですけれどもね、そうですね、そっちでしたけども、かなりお酒の種類がいろいろ、はい、実は門之助さんのワインを、はい、扱っていただいてます。はい、では次の質問ですが、はい、菅原さんの好きな花巻の風景はどうでしょうか。はい、太田の山口というところなんですけれども、はいはい、スポーツキャンプ村があるあたりなんですが、うん、そこの星空がとても綺麗なので、はいはい、太田山口の星空。あの太田山口ってこの辺りはあの、はい、高村光太郎っていうイメージが ね、はい、ありますけれども、ね、きっと光太郎も見ていたであろう、はい、星空、はい、かなり綺麗ですか。そうですね、空気が澄んでるっていうのもあるでしょうし、街灯とか家も少ないので、うん、その分こうより綺麗に見えますね。キャンプ村の芝生なんかにね、はい、見たいなって思いますね。好きな花巻の風景、太田山口の星空ということでご紹介いただきました。次の質問なんですが、お仕事についてね伺いたいと思うんですけど、はい、この門之助農園っていう名前がね、まずなんかすごく可愛い名前だなって私は、はい、思って来たんですけれども、はい、何を作ってらっしゃるっていうところから伺いますか。はい、花巻市内でリンゴとあのブドウを栽培しております。ご自身で作ってらっしゃるってことですよね。はい、自分で作ってます、はい、そしてご自分が作ってらっしゃるリンゴとブドウを、はい、うん、はい、元にお酒を。そうですね、はい、シードルとワインを、作っております。実は新規収納。そうですね、もともとは違うお仕事されて、もともとは福祉の仕事をしてました。福祉の仕事をされてる方がですね、ワイナリーのご主人になって原材料も農家として作ってらっしゃるっていうのは、はい、なんか結構な大転換だったんじゃないかって思うんですが、そうですね、はい、どういうきっかけで。そうですね、はい、小学校の時から一緒にサッカーをやってた友達がですね、はい、イタリアの方にソムリエの資格の勉強のために1年行ってきて、向こうの友達からたくさんこうワインをもらって帰ってきたっていうところで、はい、友達っていうんですか、ワイナリーの友達いっぱい作って、あ、いろんなところのワイナリーの、いろんなところのワイナリーの人と友達になって、で帰る時にもらって帰ってきて、あ、いろんなワイナリーのワインを、はい、へえ。で帰ってきてから一緒にそれをこう並べて飲ませてもらったっていうのがきっかけですね。すごい眺めだったでしょうね。なんか当時は全然そのこれが日本で買ったらこのぐらいの価値があるよとかっていうのを全然知らないで飲んでたので、その時は何とも思わなかったんですけど、今だととてもじゃないですか実はすごいことをしていた。買えないですね、はい、もともとワイン好きとかだったんですか。いや、ワイン好きじゃないです。お酒が飲めない方なので、遠い世界じゃないですか。そうですね、どんな刺激受けたんですか。そうですね、まあ、最初ワインっていうと工業製品じゃないけど、ワインの奥にこう実は畑から出来上がってるものだっていうのは全然こう考えたこともなかったんですけども、
その友達と話をしていろいろ教えてもらってワインが農産物だっていうところにこう行き着いて、なんか素晴らしいなと思ってそこでこうピンと来てしまってですね、はい、例えばその同じワイナリーで違う年のものとか、はい、そういうような飲み比べとかもあったんですか？そうです、はい、まさしくそういう感じで同じ畑で採れたブドウを使ったワインなんですけど、採れた年が違う、収穫した年が違うっていうので例えば3本ぐらい並べて飲み比べたりとか。やっぱり全然味が違いますね、はい、あ、じゃあそれをなんかすごくもう贅沢な空間ですよね、はい、もうじゃあ今思えばちょっとなかなかできないことだよなとは思うんですけど、でも出会っちゃったんでしょうかね、はい、そこで、はい、じゃあそんなに あんまりお酒も飲まない方が、はい、ソムリエの勉強してきた友人のおかげで、はい、いろいろなのを飲み比べて、 で、ね、はい、でもその時は福祉のお仕事されてたんですか？してましたね、はい、自分も作ろうかなっていうふうに思ったんですか？はい、そうですね、実はそのイタリアに行ってきたその友達が向こうの友達に、うん、なんでイタリアに来るぐらいワイン好きで自分の家に畑とかあるのにイタリアに提供するぐらいだったら自分の家の畑にまずブドウ植えたらいいんじゃないかみたいな話をされてきたらしいんですよね。なんかすごいちょっとひらめいちゃうような言葉ですね、はい、なんかそれを教えてもらったらなんか自分が言われてるような気分になってですね、でしかもお家には畑が、はい、畑のあったあったんですよね、もともと代々続いて、あ、そうですね、はい、やってみたいなっていうふうに、はい、もう植えたくなって植えましたね。植えました、はい、え、そのワイン用のブドウってその簡単に手に入るんですか？そうですね、当時はなかなかやっぱり手に入らなくて、はい、趣味で植えるような量だとなかなか買えなかったりとかして、売ってもらえないっていう感じですかね。そうですね、はい、業者さんやっぱり大口じゃないとみたいな感じで小口で売ってくれる業者さん探して、うん、あのそこから買いましたね。え、最初は何本ぐらい買ったんですか？あ、30本買って植えて、その時はまた福祉の仕事もされながら しながら、はい、まずはもう植えちゃったって感じですか？はい、栽培の仕方もよくわからないけどまず植えちゃった、もう一歩踏み出しちゃったんです。そうそうです。え、ワクワクしませんでした？しましたね。これで何年かしたら取れるのかなとかですね、はい、え、どうでした？当時飲んでたワインがナチュラルワインというかその無農薬とか、はい、その美容ワインみたいなのを飲んでたので、はい、まあ、農薬とかかけなくてもほっとけばブドウつくだろうと思って、うん、まあ、あんまりかけないで、あ、手をかけずに、はい、はいはい、そしたらやっぱりお盆前にはもうやられちゃいました。全部もう葉っぱ落ちててさ、はい、でも幹の周りは虫に食べられるしみたいな、それでもう何本かダメにしたりとか。じゃあそれも学んだわけですね。そうですね、一番最初に学びましたね、ちょっと衝撃を受けながら、あ、やっぱりダメなんだ、あ、はい、そういうことを積み重ねて、はい、ついに収納する日が来るわけですね。あ、そうです、はい、2017年ですね、はい、ご家族とかはバカじゃねえかって言いましたね、はい、最初は、はい、やっぱりどうしてもやりたいということで話して、じゃあまあやってみたらっていうふうにまず言ってもらえたので、やっぱ熱意ですかね。どうなんでしょうね、はい、農業の経験とかって、はいはい、最初ってやっぱりどこかで修行とかって必要じゃないですか？まあ本当は必要だと思うんですけど、うん、はい、自分の場合は全然そういうことしてなくて、親戚の方でリンゴ農家さんがいらしたのでちょっと通わせてもらって剪定だとかですね、はいはいはい、管理のことを教えてもらったりとか見せてもらったりしてまして、経験のある方にそうやって教えてもらいながら、あ、そうですね、知識をつけていって、はい、ってことなんですね、はいはい、でリンゴは例えばご親戚だけれど、はい、花巻っていうとブドウね、大橋様の方でワイナリーやってらっしゃるかと思いますが、はいはい、なんか結構いろんなつながりとかもあってお話聞けたりとか。そうですね、はい、はい、いろいろやっぱりご縁があってですね、はい、通わせてもらってお話聞かせていただいたりとか相談させていただいたりっていうことをさせてもらいました。ご自分が生まれ育った場所でね果実を作って、はい、で今は2種類。そうですね、はい、シードルとワインという形 で、 ワインとですね、はいはい、で農園名がモンノスケの、この、はい、モンノスケっていう名前も意味があるんですよね。そうですね、はい、私の実
家の屋号になるんですけど、うん、やっぱり自分の昔からの屋号が一番しっくりくるかなっていう考えにこう最終的に行き着いてですね、はい、で免許も取得されて、はいはい、去年の10月にワイナリーができてスタートしてっていうことで、はい、飲んでみたいなっていう方はどこで手に入るんですか？そうですね、花巻市内ですと若葉酒店さん、あ、はい、お話ししましたけど、ね、はい、あとは産直なんですけども、うん、母ちゃんハウスダースコさん、あ、分かりやすいですね、はい、あとはまあ公園に来ていただくと、あ、ここでも買える。そうですね、あと今年あのワインフェスティバルにも出たんですよね。そうですね、はい、出店も個人のブースとして出されて、はいはい、どうでしたか？門之助農園の看板みたいなのをつけていただいて、やっと自分で始めれたなっていうような、そういう気持ちにはなりましたね、はい、できたものを最初に味見された時とかもきっと感慨深かったですよね、はい、そうですね、はい、家族にも飲んでもらって、まあ、これだったら販売できそうだよねとか、まあ、そういう話とかをしたりしてですね、はい、やったかいありましたね、はい、あのこの門之助農園さんで買われる時はペイペイ使えるんですよね。使います。なのであの普段ももちろんなんですけれども、花巻市の還元の時とかだとすっごく 20% とかね、はいはい、そうです、お得ですよね、はい、ふるさと納税花巻市の場合はあのワイナリーのワインを使ってるので、はいはい、門之助農園さんは、そうですね、はい、あの何年か前からその委託で作ってたシードルをふるさと納税で、置いていただいてましたので、今年からは自分で作った、はい、シードルを置いてもらおうかなと今考えてました、なんかすごく丁寧にきっと作業ねされて、なんかブドウとかリンゴとか丁寧に育ててそれをワインにされてらっしゃるのかなっていうふうに感じました。ありがとうございます。はい、さあではね、次の質問ですけれども、菅原さんの好きな言葉、はい、座右の銘何でしょう？はい、樽を知るですかね、はい、深い言葉ですけれども、はい、どうしてこの言葉を選んだんでしょう？そうですね、まあ、どうしてと言われるとちょっと分かんないんですけれども、うん、その今に満足して生きていくっていうことかなと思ってですね、今がやっぱり一番いいんだぞっていうふうに思いながら、欲張りすぎないってことなんでしょうね。まあそうですね、きちんと丁寧にやっていく、はい、あの感謝しながらっていう感じ、まあそうですね、なんでしょうかね、はい、顔を見るとそんな気がして、はい、表情を見てなんかそんな感想が浮かんだんですけど、はい、よく見るとそういう感じ、はい、樽を知る、はい、というね素敵な言葉をご紹介いただきました。本当にあっという間に時間が来てしまいましたが、じゃあ次のお友達のご紹介をお願いします。はい、大葉様佐藤ぶどう園の佐藤直人さんです。はい、佐藤さんどんな方ですか？そうですね、私よりも一回り以上年は年齢は上なんですけれども、すごくこうバイタリティに溢れてる、優しいで、はいはい、ワインのその勉強会とかいろいろあるんですが、はいはい、その時に、はい、結構ご一緒させていただくことも多くて、はい、いつもあのお世話になってる方です。はい、はい、大葉様佐藤ぶどう園代表の佐藤直人さん、7月8日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻は門之助農園代表の菅原敦則さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。